映画館では今日も新作映画が公開されている。一体誰が映画を見張るのか、一体誰が映画をウォッチするのか、映画ウォッチ超人、シネマンデアス歌丸が今立ち上がる、その名も、週刊映画辞表、ムービーウォッチメン!What did he see?What did he feel?Which movie will the Cineman Diaz review about?Movie Watchmen。さあ、ここから夜11時までは映画評論コーナー、週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今劇場で公開されている3種映画を映画ウォッチ超人ことシネマディアス歌丸がウキウキウォッチング、その監視結果を報告するという映画評論コーナーです。本日はスペシャルウィーク仕様。コーナーの途中で BGM が突然オリーブの首飾りになってもリスナーの皆さんは気にしないです。ただあのポッドキャストで聞いてる方は、私がなぜそこで口ごもったりなんだっけみたいなことになってるか、これオリーブの首飾りが突然流れているというね、スペシャルウィーク仕様となっております。皆さんいいねボタンね、 Facebook のいいねボタン100になるたびに流れますからね。ということで、スペシャルウィークの今夜扱うのは、先週ムービーガチャマシンで、間を回して決まったこの映画、スタンドバイミードラえもん。どうして君が泣くの。思ったよりそんな事故にならなかったですね。はい。藤子F不二雄原作の国民的アニメドラえもんを初の 3DCG アニメで映画化。フレンズ、もののけ島の、もののけ島の亡き、八木隆一監督と、永遠のゼロ、オールウェイズ、三丁目の夕日シリーズなどの、山崎隆監督が共同でメガホンを取り、原作の中でも泣けると評判のエピソードをもとに映画オリジナルとして再構成したということでございます。ということで、まあ、先週のゴジラに引き続きね、ある種ちょっと大物ビッグタイトルでございますけどね、なおかつ、まあ、今ぶっちぎりの大ヒット中ということでございます。この映画も見たよというリスナーの皆様、またの名はウォッチメンからの監視報告メールなどでいただいております。メールの量、先週ほどじゃないけど、先週ゴジラがね史上最多級でしたから、非常に多いです。ありがとうございます。ただ賛否は分かれていて、ダメ5割、褒め4割、どちらでもないが1割と、褒めてる人はあまり期待しないで見に行ったがという人が多かった。ダメな人の理由は、短編をただ並べただけ、ドラえもんへのリスペクトがないなどの理由が目立ったということでございます。代表的なところをご紹介いたしましょう。スチューデントキラーさん、スタンドバイミードラえもん 3D で見てきました。結果として泣いてしまいました。最高ですが、これは山崎隆はドラえもんという金山を全て掘り尽くした結果であり、最強打者を揃えて打順を決めてから言える監督のホームランを打てのサインを出したに過ぎないように思います。どちらかといえば、大長編と同時上映の結婚前夜のような物語の詰め合わせセットに近いと思いますと。感動シリーズっていうね、あの系統の話は絶対感動できるホームランが打てるバッターなわけです。それを惜しげもなく使いまくる、山崎隆の大胆さには驚きます。褒めてるのかこれ。見ていて、これ結婚前夜やって、さよならドラえもんやって、最後に帰ってきたドラえもんまでやるのかと、ドラえもんの漫画全席を味わった気分でしたということでございます。でもまあすごい良かった、泣いちゃったというね。ダメだったという方、タマコ、怒りの鉄拳さん、スタンドバイミードラえもん見てきました。一緒にドラ泣きしませんかという、いかにも広告代理店が考えそうな品のないキャッチコピーが全てを象徴。あ、言われちゃったな俺これごめんとにかく下品、大味、節操なし。山崎監督は原作からポイントを抜き出して最短距離で中線にかかっているようですが、その全てが的外れで見当違い。脚光に関してこの人本当にセンスのかけらもない。まあ、いろいろこう指摘していただいて、何やら興収50億を超えて今年の方がナンバーワンヒットとのことですが、どんなにヒットしようと誰が褒めようと、私はこの作品が大嫌いですというね、23歳タマコン、槍の鉄拳さんでございました。同じような年代の方だったんですけど、ね、先ほどのメールの方とね、だから年代によってというよりやっぱり人によって結構違うんじゃないでしょうかね。はい、ということで早速行かせていただきましょう。結構なボリュームなので皆さんメールありがとうございます。スタンドバイミードラえもん、2D 3D で見てまいりました。どちらもね、僕結構遅めの回見たんですけど、そこそこ入ってたし、まあ、そこかしこから、まあ、ドラ泣きしてる、そのね、ドラ泣きなるものをしてるお客様のその、鼻のすくい声が聞こえてくるので、まあ、受けてるってのは分かりました。でね、本題に行く前に皆さん、ドラえもん耳寄り最新情報をこちらで お伝えしましょう。昨日ですね、その、六本木で、そのドラえもん見て、帰りにちょっとその、いつも行く飲み屋に行ったらですね、その飲み屋ね、まあ、そこの、に、いつも常連でもあるですね、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドのメンバー、ラッパーのね、ビグザム君、まあ、現在 LA 在住なんですね、ロサンゼルス在住 で、ビグザム君が、まあ、日本に帰ってきて、で、帰ってくるとその飲み屋にいつも来るんで、まあ、あったわけですよ。おー、来てたんだな、つって。で、はい、失礼いたしましたね、オリーブの首から。これ、ビグザム君とは何の関係もないんですけど。で、そのビグザム君にたまたまって聞いた話なんですけど、まあ、アメリカに住んでますから、ビグザム君。この夏から、アメリカで初めてアニメのドラえもんが放映されたって話、皆さんね、ニュース、お聞きになった方も多いと思うんですけど、これがですね、そのビグザム君曰く、今もうアメリカで超絶大ヒット、子供の間で
してるんだって、もう僕の中では結構意外にもっていう感じで、はい、もうね、あのビッグザム君曰く、いやもうどら焼きアメリカで流行っちゃうかもってぐらいの勢いっつって、はい、ぐらいの感じらしいです。あのいろんな面でアメリカではウケないんじゃないかな、こういう話はっていうふうに僕は思ってたし、実際そういう懸念があったからこそ、これまでね、この長い間、ドラえもんアメリカには輸出されてなかったんですけど、あの、まあ、バカウケ中だと。で、まあ、当然そのジャパニーズカートゥーンだっての分かった上で子供たち喜んでるっていうんですけど、面白いのは、特に人気あるキャラクターが、ジャイアントスネオだって言うんですよ。まあ、名前変わってて、ビッグオーとスニーチって名前変わってるんだけど、要するにジャイアントスネオ、まあ、ビッグジーってまさにそうだけど、要はギャングとブリンブリンっていう金持ちっていう、ギャングと金持ちっていうアメリカ人が大好きな二大要素っていう。うん。で、なおかつね、そのスネオが、要するにママーって泣きつく、マミーってこう泣きつくところが超ウケてるんだって。ギャグ的に。で、そのビッグザムもお子さんにお前どのキャラが好きなんだったら、ジャイアンって言うから、お前それはちょっと、って思った。っていう言ってるビッグザムが、あの、僕の知る限り人間、実在の人間はかなりジャイアン的な存在感というかね、そういう感じの、まあ、そんなビッグザム情報でございました。ドラえもん今アメリカでバカ受け中という。一方日本ではね、もちろん、こちらがぶっちぎりの大ヒット中ということで、まあ、本筋のその一連のね、長編の、要するにあの、劇場版ドラえもん、前、あの、シネマハスラー時代に、鉄人兵団っていうやつのね、まあ、リメイクのやつもありましたけど、とは別のラインで作られた、別個に作られた 3DCG 版ドラえもん。脚本監督は、改めて説明しておくならば、まあ今やもちろんね、Always、そして永遠のゼロなどでですね、今や本当に押しも押されぬヒットメーカーの座を確立した、そしてなおかつこの番組では、この番組があくまで命名したものでございますが、山崎メソッド、すなわちまあ、ムード優先。まあ、言ってみれば田舎の喫茶店の店名とかのネーミングセンスの感じの、英語のタイトルが、つくというね。それで大ヒットを飛ばすという山崎メソッドの馴染み、失礼いたしました。山崎隆さんでございます。はい。当番組的には、バラッと、名もなき愛の歌。これもあれでしたね。その、クレヨンしんちゃん、の、まあ、実写化というね、ものでございました。あと、まあ、何の実写化、まあ、有名な作品の実写化で、スポーツマン山田っていうね、それなんかもやりましたね。まあ、どっちにしろ基本褒めたことは全くないということだと思いますね。はい。で、で、その一方、八木隆一さんという方、まあ、今回共同で監督されている、2011年のフレンズ、もののけ島の泣きと、これを一緒に作られたと。僕、このタイミングで初めて、見たんですけど、まあ、予告で見た通りの、その、まあ、泣いた赤鬼をベースにしてるんだけど、まあ、要はモンスターズインクですよね。まあ、その化け物たちの、国側に、こう、ちっちゃい子供が入ってきて、で、最初は嫌がってるんだけど、その小表の、主人公がだんだんそこに脅されてきちゃって、というね。モンスターズインク。あとね、それだけじゃなくて、デザインもね、そのもののけ島にいる他のそのもののけたちのデザインも、すっげえモンスターズインクっぽかったりして、まあ、全般にそういう感じの志の気どころのね、作品が多い、方のね、作品だとは思います。なんか、俺の考えた何々みたいなのが多い感じですよね。今回のまさにそうだと思うんですけど、はい。でちなみにですね、っていうかね、山崎隆さん、今回そのスタンドバイミードラえもん、いやいやいや、まさにあなた前にそれ撮ってんじゃないですか。前に文字通りスタンドバイミードラえもんっていう感じの映画前撮ってんじゃないですかっていう、監督デビュー作のジュブナイルって2000年の映画ありまして、これ本当に身も蓋もないほどにスタンドバイミーとドラえもんを足したいような話でございまして、スタンドバイ見たらもちろんスティーブン・キング原作のね、まあ要するにひと夏の少年たちの思い出みたいな感じかな、少年チームのね、と足すドラえもん、まあドラえもんつってもこちらの場合は、まあこれもご存知の方多いと思いますけど、あるファンが考えた最終回案っていうのは、これがまあそのファンの方のホームページに最初載ってたのが、後にそのチェーンメールなどで出回って知られるようになった。要するに、実はドラえもんっていうのはのび太が成長して、女子にドラえもんがちょっと電池切れで止まっちゃったから、自分がこうなんとかするんだっていうんで、のび太が成長して自ら開発者となったという、こう、タイムループというかね、こう、歴史の輪がこう、なってるような、そういう、まあ、こう、最終回。ファンが考えた最終回。公式じゃないですよ。で、それに、まあ、インスパイアされてると。で、まあ、実際そのジョブナイルという作品はエンドロールで、そのファンの、考えたファンの方がサンクスのクレジットで入ってたりとか、まあ、藤子先生のクレジットが入ってたりとかするっていうんで、まあ、スタンドバイミードラえもんなわけですよ、完全にね。はい。で、ということで、まあ、その山崎隆さんがドラえもんにね、思い入れがある。その思い入れが本物だって言ったら、俺確かだと思うんですよね。二度もやってるわけですから、スタンドバイミードラえもんをね。はい。とはいえですね。だから思い入れは確かだし、考え抜いて作られたと思います。愛情を込めて作られたんだと思いますよ。とはいえ、まあ、原作漫画自体が超長期にわたって描かれ続けてきた、がゆえにですね、
まあ非常にその多面的な要素を内包している作品ですよね。なので前回のゴジラもそうですけど、人によってそのドラえもんという作品のどこに惹かれているのか、ドラえもんという作品をどう考えているのか、まあ、世代とか人によってまあ大きくそれ変わってくるということだと思います。ちなみに僕自身は1969年生まれ、僕自身はまあ小学館学年史からコロコロコミック創刊と、そしてテレビ2度目のテレビアニメ化、ちなみに最初のテレビアニメの記憶もうっすら小さい頃であるぐらい、でも2度目のアニメ化と、そしてのび太の恐竜で長編映画化という、その全てを小学生で成長に連れて見てるっていう、もうこれこそ本当の完全最初の直撃世代っていう感じですよね。はい、なのでもういろんなエピソードとかが一種経典みたいにもう身につきすぎちゃってるというね、そういう世代だと思います。はい、で、山崎さんの5つ下ですね、僕はね、だからね、はい、ということで、なのでですね、その上で、まあ、いろいろ考え方違うんだけど、その上で、これも実は先週のゴジラと、実は同じだと思うんです。ゴジラもそうだったと思うんだけど、要はいろんな考え方の違いがあるからこそ、その意見や見方が違う者同士含めて、ああでもない、こうでもない、と自分なりのその作品論を語り合うことを含めて楽しい作品っていうかね、こんなのゴジラじゃないとか、こんなのドラえもんじゃないみたいな意見も、じゃあお前のドラえもんなんだ、お前のゴジラなんだ、そういう意見の言い合いも含めて楽しむという、そのシーン全体含めて楽しいという、面は確実にあるんじゃないか。でその意味ね、さっきもね、TBS 入り、せっかく早く入ったのに、会議室で小1時間ほどね、もうみんなでドラ話しちゃって盛り上がっちゃってっていう。はい。ちなみにタマフルクルーの中だと、番組 AD 大沢さん、ね、大沢さんは普通にまんまとドラ泣きした派ということでございますけど、まあ、とにかくそういうことで、まあ、そのさっきの小1時間のやりとりも含めて、まあ、これから僕ね、正直、いろいろ、文句ばかりです文句ばかり言いますが、それも含めてこの作品をねトータルで楽しんだってことは間違いない。だから相当費用対効果は良かったですってことは言えると思います。特にドラえもんファンほどやっぱりいろいろ言いたいこともある分、いやでもここはありなんじゃないかとかさ、すごくディテールまで気を使って作ってるのも僕は認めますし、それはね、はい、あとですね、もちろん山崎隆さん、先ほど言いましたけど、そのドラえもん思い入れある、まあ、当然その F 作品、藤子 F 作品ファンなんでしょうからね、当然このエスパーマミーね。まあ、ある意味僕、藤子さんの最高傑作はエスパーマミなんじゃないかと思っておりますが、もうお好きだと思うので、ということはつまり僕が何を言っても、ね、あいつはけなした。僕は怒った。それでこの一件はおしまい精神。これをお持ちだと思いますので、まあ大丈夫なんじゃないかと思いますね。はい。あと、これも言っとかなきゃいけない。今回、スタンドバイビードラえもん、公開から、結構日にちも経っておりますし、あと原作も非常に超有名な話ばかりなので、まあ、ぶっちゃけネタバレもクソもないと思いますんで、ネタバレ全開で今回は行かさせていただきます。はい。今回の作品、大きく言えばですね、ドラえもんとはそもそもどういう物語だったのかっていう、その本質に立ち返ろうっていう、まあ、コンセプトがまず最初にあったと思うんですよ。つまりドラえもんっていうそのキャラクター存在は、そもそも何のために未来からその現在の少年ののび太の家に送り込まれてきたのか、その出発点の地点から、まあ、その使命役目が終わって、つまり物語的にはひとまずの、ちょっとカッコつけてましたけど、ひとまずの最終回を迎える地点までを、まあ、ドラえもんっていうのは一個一個は一話完結のね、まあ、短編なわけですから、短いこう話なわけですから、それぞれは本来は別個にあった。つまり、もともとは点と点だったエピソード同士を繋いで一本の線にしたという、まあ、作りですね。はい。だからま、個別で言えば、例えば、まあ、感動シリーズってね、先ほどちょっと言いましたけど、渡辺歩夢さんというね、監督、作画監督と監督、のシリーズ、感動シリーズ、感動中編っていうか30分ぐらいのね、ドラえもんズとかとこう同時上映されたやつとかで、まあ、例えば、のび太の結婚前夜であるとか、雪山のロマンスであるとかっていう、まあ、今回も入ってたような、帰ってきたドラえもんとか、そういう今回の入ってるようなエピソードが入ってるわけですけど、まあ、有名エピソードが繋がっていると。あ、雪山のロマンスって入ってたっけ？入ってないか。おばあちゃん思い出ね。はいはい。ごめんなさい。まあ、とにかく、渡辺あゆみさんのシリーズがあるわけですよね。はい。まあ、そんなこんなで、まあ、個別のエピソードを、僕が先言ったコンセプトに従って、出発点の時点に立ち返って、だったらこれがゴールだろうということで、そのゴールに向けて点と点をこう繋いでいって、これが一本のストーリーですよって見せるような。で、この作りの発想、そもそもの発想自体は僕は最初、あ、なるほどなって思ったんです。ありかもって思ったんですよね。っていうのはですね、要は、
ドラえもんっていうのはですね、もちろんその少年たちの日常、そしてまあずっと連載してるけど年を取らない人たちですけど、実はそういう単なるサザエさん的な終わらない日常を描いた話では実はないっていうことですね。広い意味でのび太を成長させるっていう、実は明確な物語的ベクトルが実は常に設定され、それを常に内包しながら話が進んでいく。つまり成長が本当に成立したら、それは物語的にはさっき言ったようにひとまず最終回を迎えるよねっていう、そういう構造を常に含みながら進んでる話だと。でまあ実際のところこれも皆さん本当にこれこうもね、いちいち言うこともないでしょうけど、うん、特に初期に3回も要するに公式の最終回っていうのもまあ描かれていると。でまあだんだんブラッシュアップされてるんですけど、僕あの2回目の終わり方、ドラえもんがいなくなっちゃうって2回目の終わり方が結構好きですけどね。まあ要はのび太が自転車をね頑張ってるところ、未来の世界からドラえもんが、せわしが頑張れ頑張れ、まあ、あれは結構本質近いとこ来てるなと思うけど、まあとはいえ決定的なのはもちろん、まあ多分そのドラえもんの漫画史上でも、まあ、泣き、ドラ泣きって意味では、まあ、史上最強でしょうね。僕ももう何度となくもうそれは落類してますよ。で、当然今回の映画版でも、当然のごとく、まあ、最重要エピソードとして、まあ、入っている、さようならドラえもんというね、74年。もともと最初の創出は未来の世界に変えるってタイトル、があるわけですね。はい。もう本当にこれ何度となく読み返してて、まあ、例えばその、単行本版の書き直しの時のトレースの線がちょっとこの回だけちょっと雑だなぁとか、あと一番最後のオチのところのその肝心の感動ごま、一番肝心なところが、あれ引き出しが開いてたり閉じたりしてるよみたいな、そういうところ、まあ、ディテールに、まあ、こう目がいっちゃうぐらい、まあ、繰り返しぐらい読んでるというね。でですね、まあ、さよならでも、とにかく、まあ、僕も、この終わり方、この、一応仮の最終回は、もう完璧だと思います。終わり方としてドラえもんという話の。仮に他の最終回、まあさっき言ったそのね、ファンの方が考えた最終回も含めて、他の最終回作るとしても、多かれ少なかれ、本質はこれのバリエーションにならざるを得ないというふうに思います。つまりどういうことかっていうと、まあ、のび太っていう究極のダメ人間が、ちゃんと、ドラえもんを、ドラえもんっていうのはつまりイコール彼にとっての子供期を、子供時代を、自分の意志と力で、卒業するっていうことですね。これがこのドラえもんの物語の本質的かつその絶対的な終わり方、これしかないという、ことだと思います。だからこそこのエピソードが、つまりドラえもんファンほどドラえもんの決定的、そのしかものび太にとって最も望ましい結末がドラえもんとの別れであるという、ところで、まあこれは一番胸をつく、胸をえぐられるような話になるということだと思います。で、これってね、まあ例えばいつかは卒業しなければいけない子供期の象徴として、例えばこういうキャラクターがいるっていうのは、例えばそれこそ熊野プーさんだってそういうキャラクターなわけですよ、もともとはね、であるとかですね、あるいは全然トーン違いますけど、ドラえもん的なるものからの卒業、つまりお前と友達でいるうちは僕は大人になれないんだっていう子供が完全に自覚して、ちょっと残酷なまでに表面からそれからの卒業っていうのを描いて見せたのが、僕梅津和夫先生の名作中の名作、願いという作品だと思いますけどね。はい、あれはドラえもん殺しの話だと思うんですけどね。お前がいると俺は大人になれないんだごめんって壊すっていうはい、まあ、とにかくこの今回のその、スタンドバイミードラえもんの中でもですね、さようならドラえもんの、まあ、やっぱり、描き方に関しては、もちろんちょっとうるさい、僕はね、うるさい人間ですよ、そういう意味では。だから、ちょっとドラが泣くのが早すぎるから、そうすると最後の滝みたいな涙が生きないから、こんな時点で泣かしちゃダメとかいろいろ言いたいことあるんだけど、例えばその去り際の演出、さっき言いました、その例えば、渡辺歩夢さん監督版の、帰ってきたドラえもんでも出てくる場面だけど、あそこだとなんかちょっと、ドラえもんがこう名残惜しそうにね、こう入ってくところがずっと書かれてるんだけど、今回のはどっちかっていうとむしろ原作の漫画のコマ運びに近いものになってると。のび太が寝てる、ドラえもんが泣きながら見てる、コマ、漫画だとコマが変わるといないって、この変わるといないって、この感じがこう強烈な喪失感を出すという、この辺分かってるなと。あ、ここをちゃんと入れてきた、分かってんじゃんみたいに僕は思いましたしね。はい。だと。で、ただですね、まあ、このさよならドラえもん、一応先ほど、ひとまずの最終回って言いましたけど、これももう、ね、ご存知の方には言うまでもないでしょうけど、まあ、学年誌で当時連載されていたわけで、学年誌のその連載はそのまま続いたわけですね。その当時の最初の初出の時は横の柱に、小学4年生に続くよみたいな。ドラえもんとのび太の話はまだ続くよみたいな。書いてあるぐらいで、まあ、結局その、翌月のその次の学年繰り上がったの小学校4年では、まあ、嘘、8でね、まあ、今回も出てきます。まあ、その帰ってきた
たドラえもんというので、まあ、再びドラえもんとエピソードが始まるというのがつくわけですね。で、僕はこれは子供ながらに単行をね、テントムシコミックスでまあ読んでたんですけど、子供ながらに、さようならで涙流せ、絞り取られた後なほど、これが、その後にしれっとこれが来るのが結構嫌で、だって卒業、ね、あんな思いして卒業したっていうテーマが、一気に台無しになる。つまり、メス、あ、もう、なんだよ、返せ涙みたいな、ドラ泣き返せみたいになってたんですけど、ただね、とはいえ、このドラえもんというシリーズ、作品全体にとってはですね、つまりその、さよならドラえもんという、ある意味もう完璧すぎる最終回っていうのを先取りしてやっておいたことで、もう要するに、この話はのび太の決定的な成長っていうのが来た時点で、いつか終わり得るんだと予感をはらんだまま続くという。で、なおかつさっき言ったのび太の成長要素みたいなのは、むしろ大長編ドラえもんの方に、一転して集約型でそっち行ってって。しかもそっちも日常顔を侵食はしないという、だから成長はしきらないという、こう微妙なルールのもとで進むという、よく考えるとかなり変わった、しかし、そしてすごく微妙なバランスなんだけど、長寿作品化には結構完全にプラスになったシフト。だから、最終回を先に終わらしているシリーズという、なかなか珍しいシリーズなわけですね。はい。でですね、ま、シリーズとしては良かったところです。ただし、それを、その構造、僕が今言った構造ね、微妙な構造です。おかしな構造ですよ。それを、一本の映画のコンパクトなストーリーに一本道にまとめちゃうと、今回のように、改めてこの構造のちょっといびつさとか危うさみたいなものが浮き上がってきちゃってるってのは、これ絶対否定できない部分だなというふうに思いました。はい。まずはやっぱりですね、まあ、オチをね、その、会いに帰ってきたドラえもんにしてしまっていいのかっていう問題ですよね。もちろんその、さようならドラえもんと帰ってきたドラえもんは、例えば感動中編でもそう扱われてるんだから、ワンセットだっていう考え方はもちろんあるとは思いますよ。ただね、あ、ちなみに僕今回、さようならドラえもんのところで話終わってれば、ドラ泣きしてたかも。それで、あ、本当にここで終わらせるんだ。で、泣いちゃったかもしれないんだけど、そのさ、さっき言ったシリーズ長寿化の、これはシリーズ長寿化の始まりとしての機能としてはいいんですよ。つまり連載時のね、その、帰ってきたドラえもんは。なんだけど、一つの物語の終わりに、この帰ってきたドラえもんという話を置くと、どういう風に機能しちゃうかというと、さっき言った、さようならドラえもんのが伝えてたメッセージの反対ですよね。卒業しなくていいんだっていうメッセージになっちゃうんですよ。子供のまま、子供時代のまま、そのノリのまま行けばいいんだっていう、しょうもない願望の成就に見えちゃうんですよ。はい。ということだと思います。だから、はい。でね、エピソードがこう、圧縮されてる弊害もあってですね、のび太がやっぱりこれだと、1から10まで甘やかされて OK の話に見えてきちゃうわけですよ。ここで話を終わらせると。で、そうすると遡って、さようならドラえもんとエピソードとして描かれるエピソードもですね、単に友達との別れが寂しいから悲しい、だから泣くってだけの話に見えてきちゃうわけですよ。どんどん話が軽くなっていくと。そうじゃなくて、その元々のさようならドラえもんは、不可逆な話だったんです。成長っていう不可逆な、ものがこの別れとイコールだから素晴らしくドラ泣きの話なんであって、ということで、なんだけど、これはですね、僕山崎隆さんの考え方でもある気がします。先ほど言った前述、ジュブナイル、ね、スタンドマイミー、ドラえもん先にやってるじゃんっていうジュブナイルも、要は子供時代と大人時代を円環構造で輪にして閉じるっていう、で、その閉じたっていう部分をいい話として描いてるので、山崎隆さん自身はこれをいい、っていうふうに思ってるわけだから、何をもっていい話とするかっていうの根本的な考え方の違いが僕と山崎さんの間には結構あるなっていうのはあると思います。はい、はい、ね、いいねボタン100を超えましたんでね、話のトーンと全く合ってないってこのオリーブの首でね、要するに僕はですね、永遠の子供時代、のねを肯定して終わるのはストーリーとしてテーマとしてメッセージとして逆に閉じてしまってる。だから嫌な感じがするんだってことを言ってるわけです。で、それはですね、どの時点でドラえもんの使命、役目が果たされるだというふうにするのかっていう、要するにこのドラえもんという物語の根幹をなすストーリーの解釈の問題、これにもつながってくると。で、さっき僕がですね、そもそもドラえもんは何しに来たのかに立ち返って、その時点からひとまずの終わり、に向かって点と点を線で繋いでいく。これが、まあ、この作りだって言いました。で、その作り自体はなるほどって思ったって言いました。それは、つまりこういうことです。要は、最初の話、未来の国からはるばるとドラえもんがやってきた、で設定された、つまりこれどういうことかっていうと、目的はのび太の未来を変えるというね話ですね。でこれが具体的には、まあ、ジャイコっていう、まあ、ジャイアンの妹のジャイコとの結婚を回避して、源静香と、結婚すると、いう一応目的と設定されていると。だからシリーズ中何度か出てくる、まあ、源静香ちゃんと結局は結婚するんだという結婚確定エピソードがいくつか出てきた時点で、実はドラの
当初の、これかっこつき、当初の目的は終わってるわけで、だから、あ、しずちゃんと結婚が確定したから未来に変えるっていうのは一応論理として筋が通ってるんですよ。あ、まあ、わかるわかるとは思ったんです。でもね、例えばさっき言った、さようならドラえもんが完璧なのは、その、始まりの時点でね、好きな子と結婚っていうその、ゴールを最初に設定して未来を閉じてしまってない。当初は目的だと思っていたものが実はそうじゃな、本質じゃなかった。未来は自分の努力で切り開いていく。そっちの方が価値があるんだというところまで、つまり最初の、要はさ、好きな子と結婚したいっていうのはてめえの欲望の話じゃないですか。そこよりも先に成長してる話だから僕は感動的だと思うんで、これね、ここで静香ちゃんとのゴールインっていうのを、ゴールイン文字通りをことさらに美化してしまうと、この話がもともと持っている一種の危うさ、下手するとちょっと不快な部分みたいなものがちょっとクローズアップされてしまう。なので僕はあんまりそこ強調しない方がいいのになと思いながら見てたら、どんどんそっちに行くというね。例えばジャイコ問題ってのがありますよね。ジャイコ、まあそのジャイアンの妹だからやだ、ブスだからやだね、あの子ガサツだからやだって言うけどね、まずこれ皆さんこれ考えてみてください。歴史改変されてしずちゃんと結婚しますよね。はっきりしてるのはジャイコとのび太のね、あの未来の写真、子沢山でしたね。子沢山の家族だったね。あの子たち全員消されたね。綺麗さっぱり消されちゃった。はい。とかね。まあ、その消されたって言えば、今回ちょっとうやむやにされている世話し問題。配偶者が変わっても、その、子孫は同じのが生まれるっていう、その原作の漫画でもね、微対値納得できない理屈のところなんだけど、今回その説明すら省いちゃってるから、あれおかしくないっていうのがずっと続くと思うんですよね。で、僕これ見てて、ほら、セワシが今回ドラにちょっとひどいことするんじゃん。だから、ドラの復讐なのかってちょっと思っちゃったぐらいです。でね、ジャイコ問題言うと、ジャイコって結局その後フォロー的な設定がつくじゃないですか。漫画の才能があって、実は繊細なとこもあって、別にガサツじゃないわけですよ。逆だよね。で、いうことは、で、だからそのジャイコを暗い未来のシンボルとして扱っていいのか問題っていうのがあるわけですよ。どん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 。っていうか、彼女こそ、のび太が目指すべき存在なんですよね。その見た目とか、その他の能力はともかく、一芸に秀でてて、で、それを伸ばしてプロになって成功するっていうことですよ。だから、先ほどハシピ、この番組の名誉プロデューサー、橋本プロデューサーと話してて出てきたんですけど、その、ジャイコを、その不揃いのリンゴたちの中島翔子的な存在であるべきだと、お前、いい女だな。ミノルが気づくわけです。で、私のそういうとこ気づいてくれる優しい人だと思ってた。この方がよっぽどいい話だよっていうね。で、その一方ではね、そのジャイコっていうのは実はその魅力的な人だって言われてたのに、ジョジョアイコの結婚やだやだってとこは続いてると。一方ではシリーズが進むごとに、あるいは F 先生がどんどん修正を入れるたびにですね、静香ちゃん本人はどんどん人間離れした、もう完璧な、もう聖女になっていくわけですよ、どん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 。で、本作でも当然その圧縮されてる分、そこがすごく顕著になってると。そもそも最初にあのスネオとジャイアン登場の時にしずちゃんもそこにいるのに、なぜかしずちゃんだけ顔を見せず、翌日の登場シーンでいきなり顔を見せるっていう、あの演出は何なの？とにかくしずちゃんだけは特別ってことにしたいわけ？とにかく彼女こそゴールだっていう風に、絶対的存在だっていう風に花原置いてるわけです。なので、とにかくね、あの話の流れとしてすごく平坦。まあ、唯一卵の中のしずちゃんっていうのは、まあ、出来すぎも出てきますから、まあ、のび太のダメ人間ぶりっていうのは正面から見据えてて、ここはエピソードとして、これを入れたのはさすが。あ、これチョイスする。さすが。そう、出来すぎ立派っていう、うん、いいと思うけど、そこ以外はすごく平坦。そもそもコミカルなね、もともとはね、例えばその、しずちゃんさようならっていう、しずかちゃんと付き合ったら俺は、このまま付き合ってたら不幸になるから嫌われようっていう、これはそもそものび太のそういう一人相撲、要するに、一人合点なわけじゃないですか。バカかお前はっていう、その一人相撲がおかしくもちょっと悲しいっていう話なのに、これを最初からこうなんかシリアスな話として、美談として描いちゃう、感動的 BGM 流して美談として描いてるので、なんかしずかちゃんの、その英雄的行動みたいなのも逆にあんまり際立たないとこになっちゃってるしと。で、おそらくその全てはですね、皆さんご存知、みんな大好き、のび太の結婚前夜。僕はちょっと言いたいこともあるエピソードなんだけど、のび太の結婚前夜で、その静香のお父さんが、君はね、のび太くんを選んだ君の選択は正しいと思うよ。判断は正しかったと思うよ。あの、のび太褒め。僕はこののび太褒めにもすごい言いたいことがあるからね。お父さん、のび太ってそんなやつじゃないっすよ。のび太の良さってそういうことじゃないっすよっていう、いろいろ言いたいことあるんだけど、そこに落とし込んでいく、しかも短時間で落とし込んでいくための、感じだと思うんですよね。その、のび太の結婚前夜はさ、さっき言った渡辺歩さんのさ、感動シリーズでも、そこだけ急にのび太がいい彦になっちゃったりして、ちょっと不自然な感じのエピソードだと思うんだけどさ。で、まあ、とにかく、
そういうふうに本来はのび太のダメさをコミカルに描いているような方向だった話、例えばその、つまりそれっていうのはイコールのび太の成長の余地に向けて開けた未来っていうのを感じさせてたエピソードをことごとくシリアス感動、そして静香との結婚っていう一点に向けて推し進めるので、何かこう息苦しい方向に話が向かっていく、例えば今回最大改変している雪山のロマンスという話ね、まずちょっとあのタイムパラドックスというか誰の理屈もちょっと納得しづらいし、結局反則技でしずちゃんにええかっこしいして終わってるって、てめえそんなこと許されんのかみたいな話になっちゃってる。つまり、どん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 静香の結婚というゴールに向かって未来がどんどん閉じていく話になっちゃってる。つまりドラえもんの出発点に立ち返って、そこから逆算して論理的にゴールを設定すれば、なるほどこういう話にはなるんですよ、なるんだけど、ドラえもんという話の本当の魅力はのび太がさっきも言ったように、そこを超えて成長する、というところに僕はあると思うので、だからこそ出来すぎくんというキャラのね意味もあるわけです。つまり未来は不確定だ、のび太の努力成長というのを嫌でも促す存在というのの意味があるわけでということですよ。で、まあ、要するにその論理的に話をつなげるために、今回その成し遂げプログラムっていうなんともひどい新設定をこう付け加えてて、でもこれも生かしようがねあったと思うんです。例えばドラえもんは静香ちゃんと結婚するのがどうやらのび太くんの幸せらしいからっていう最初に決めつけますよね。でもその決めつけが正しいわけじゃないかもしれないじゃないですか。実は静香ちゃんとのね、ゴールが幸せじゃなくて、自分の足で立って未来を切り上げるようになって幸せだとかさ。つまりその、最近のディズニーも最初目的だと思ったものは違ったっていう物語構造の方が起伏もあるし、で、そこにしずちゃんとの結婚は含まれるかもしんないし、そうじゃないかもしんないけど、とにかく自分の足で人生を歩む方が幸せなんだっていう、そういう閉じた設定じゃない、開けたら結末にすることいくらでもできたはずなのにっていうことなんですよね。でもさっきも言ったように、そこは多分山崎さんと僕の何がいい話かっていうことの見解の根本的な相違、世界に対する考え方の相違がある気がします。はい。まあ、そんなことよりもですね、その写真にね、写真によって歴史が改変した結果がわかるというバックトゥーザフューチャーごっこがしたかっただけだもんね。ごっこといえば今回ね、まあ、エンドロールでそのピクサーごっこ NG 集の、まあ、ものすごい雑なコピーみたいなね、のをやってたりとかね、まあ、まあ、一言言わせる、まあ、面の皮が厚いというのがあったりとかね。まあ、お話以外の部分ちょっとね、ちょっともう、縁の近いんで言いますと、未来描写、明るい未来像を子供たちに見せたかったって山崎監督おっしゃってますけど、あのさ、未来の世界さ、トヨタとパナソニックだらけで、あの、逆にウォーリー的なディストピアにしか見えないっていうね、ということになっているっていうね。まあ、でも、あの、そこも含めてですけど、3D 表現、例えばさっきハシピーが言ってた、タケコプター、実は、本当につけたら怖えんじゃねえか感みたいな、そういうのの表現は 3DCG 化した意味もあるし、よかったんじゃないかと思う。あと気になるのは、まあ、キャラ造形がうんぬんとはいい、ね、そんなのはいいんだけど、あの、3DCG ですを強調したいのか、もしくは適切な表現力がまだないためなのか、とにかくやたらとリアル風に陰影をつけすぎて、キャラデザインとか物語のそのリアリティの世界観と食い合わせが悪い、気持ち悪いってのは俺すごい全編にわたって気になった。なんかお芝居とか段取りがくどい、説明的、記号的なもね、描写が多い、これはいつもののことですけど、まあ、デフォルメされたキャラな分、これはいつもより気にならなかった方かもしれない。ただ本当にしつこくて垢抜けない説明をフラッシュバック、特にあのさよならドラえもんの中での二度繰り返してできてくる、ちゃんとできるね、ジャイアントできてもなんとかできるって、あの繰り返しのところが本当にやめろと思いながら見てましたけどね。はい。全体にね、皆さんこれお約束だから分かってね、みたいな、ちょっと甘えた作りみたいなのも感じました。あと、まあ、オムニバス感がすごく強いので、まあ、毎回、こう、何かがリセットされる感とか、話が前に進まねえな感もあったりとかっていうね。ということでございます。間違いなく一つ言えるのは、あの、元の漫画を読めば絶対にそっちの方がやっぱりよくできてるし、ドラ泣きもよりできるのが確実なんだけど、ただまあ、こういう風に反論ぶつけ合うというのがね、あの、楽しいタイプの映画だとは思いますので、僕はあの、こんな風に、あの、費用対効果的には結構、かなり楽しんだ方だと思います。ただ先ほどのメールもあった通り、ドラ泣きっていうよりは、心底下品だとは思います。ということで、ぜひ劇場でウォッチメンしてください。来週扱う作品を決めるムービーガチャ CM の後。